僕らの高校時代を振り返ろうということで、まあ、僕たち世代の、ベストイレブンを発表しようというちょっとおじさん、おじさん、僕たち世代って30年以上前の話。いいじゃないですか。この目標、この目標ふと見ていただく方にね、うん、喜んでもらえるような。そっか、もう大体同い年ぐらいの人ってのはもうパパになってますよね。そうですよ、言ったらね。だからそのパパもそうですけど、うん、今の高校年代の方たちも、うん、だこういうね、選手がいたんだよっていうのをちょっとこうご紹介したいなと。30年以上前の話ですいうふうに思うんですけど、うん、まあ、まずはですね、うん、まずは僕のちょっと高校時代を、はい、まあ、振り返っていきたいと思うんですけど、はい、まあ、目標フットを見て、くれてる方は、まあ、ご存知の、まあ、千葉の古豪です ですね、うん、まあ、千葉英和高校。古豪って言いました？いや、古豪じゃないですか。まあまあ、古豪強豪じゃないです、もう古豪ですね。まあ、千葉英和を。千葉英和ですか。はい、ちょっと振り返って、まあ、行きたいと思うんですけど、まあ、どういう高校だと。俺もあんまよく知らないですよ、ぶっちゃけ。やっぱり奈良橋さんがいたっていうことぐらいしか知らないですけども。 そんなにね、うん、こうスポーツ進学校じゃなかったんですよ、うん、あ、そうなんだ。そんなにこうスポーツにこう力を入れるような学校ではなくて、うんうん、まあ、当時珍しい、はい、あの土曜日もこう隔週で休みがあったんです。え、サッカー部の？いや、あの学校全体が。学校全体が。あのね、こうキリスト教の、まあ、学校でもあって、まあ、しっかりなんだよそれ。チャペルもあって。チャペル？あったんですよ、聖書の時間っていうのもあって。奈良さんがもうヤンキーだったのに。まあね、まあ、そういうね。ちょっと聞きたいんだけど、あの朝練ありました？朝練はそんなのございません。もうそんなの全く。なんだよそれ、朝練ないなんて考えらんないわ。まあ、考えね、一応練習の時間トータルと考えたら全然違いますよ。全然。だから学校終わって それ放課後ですよね、うん、夕方にもう2時間ぐらいやって。あ、サッカー部の練習。はい、もうそれで終わりです。なんで千葉へは行ったんですか？だって中学の時にもう県選抜だったでしょ、奈良さんって。はいはい、絶対だって一船も奈良高も行けたわけじゃないですか。はあ、これ多分まあ1時間ぐらい話しちゃうと思うんですけどいや、じゃあ短くしてよ。いやね、本当は、まあ、本当は、うん、その奈良篠に、うん、まあ、行きたかったんですけど。あ、そうなんだ。まあ、僕は行きたかったんですけど、はい、まあ、練習会にも行ったんですけど、うん、まあ、当時その千葉英和高校の監督 と、うん、僕の天戸中学校 その監督さんが、うん、もう先輩後輩の、うん、ああ、そういうのがあるんだね。そうなんです、千葉英和高校の監督さんが先輩だったんです。うん、で毎年こう行くような流れになってまして、うん、で僕が完全にこうドラ1で、うん、あ、そういうことね、はい、行く感じになって。もうなるほどね。そういう感じで千葉英和に進学しましたと。でもちょっと市船に行かなかったっていうのはやっぱそういう噂あったんでしょ、練習厳しいとか。いや、そんなことだから。それで避けた。いやいや、市船は話が来なかったの。ここまで。そうなの？そう。だから奈良篠はなんか自宅とその奈良篠が近かったっていうのもあるので、うんうん、あ、なるほどね。あとは奈良篠の学ランにもちょっと憧れてたところもあったん で、うん、でそういうところで奈良篠にも行きたかったなと思うんですけど、はい、あとはそう、僕千葉屋の僕の3年生の時のちょっと成績を見ていただきたいんで。高校の成績。はい、高校のね、はい、こうですよ、見てくださいこれ。お、やっぱり県内だと結構いいとこまで行ってるんですね。一応行ってるんですよ。はあ、だから、まあ、インターハイの、うん、まあ、1回戦からね、で、うん、一軍だとかは考えられないでしょ。やっぱ1回戦っていう響きがあんま僕らないかもしれないですね。だからこうコツコツとね、うん、勝ち上がって4-0、6-0。そうで、そこの3回戦の松戸矢切っていうのが、はい、まあ、当時結構強かったんですよ。いや、強かったですよ、はい、はい、でそこで逆転勝ちしたのかな、うん、で勢いに乗って、うん、でここですよ、準々決勝の話をね。いや、すごい。2対2、うん、で結構奈良篠の、まあ、会場奈良篠で、うん、はい、で、まあ、2対2になって、うん、PK 負け、うん、で奈良橋が外して、うん、終わったという。あら、夏は終わったんだ。そうなんですよ。この時の県の決勝が市船と奈良高で、はい、市船勝ってるんですね、はい、勝ってますね、あとはこれは僕出てますけどね、多分。あ、そうね、この試合はね、うん、全くそこはね、僕悔しかったんで、まあ、記憶ないですけど。あと選手権の千葉県、選手権ですよ。ここはだから一次トーナメントは、うん、これ夏にやってるんですよ。夏にやるんだ。夏に、道中名は考えられないと思いますけど、だそこからコツコツやってるんですよコツコツね、コツコツやりながら。コツコツ感がすごい。そうだ、決勝トーナメントの5回戦言うとベスト16、うんうんうん、こっからこう11月に、まあ、開催するんですけど、うんうん、まあ、これも結構シーソーゲームで。
すごいですね。終了間際に僕のツートップの片割れの、はい、もう時田くんっていう時田くんが、はい、入れるんですよ、うん、で劇的に勝って次ですよ、県知番に勝って勝ちました。準々決勝、これすごい試合。これはね、3-4で負けたんだ。1ラウンド前半に4点ぶち込まれてるんですよ、うん、ぶち込まれて0-4からの0-4からので3点、まあ、3点目僕決めたんですけど、うん、でもこれ追いつくことができずに、うわで、これすげー。で、ワッキー聞いて、はい、で、これ準決勝から全校応援だったんですよ。あ、うわ、惜しい。もうね、もうだから千葉はサッカー、みんなそっちに頭がいっちゃって、うん、ね、もう目の前の戦いよりその全校応援、全校応援で、いや、目の前の試合で勝てよと。いや、学生の話っすね、本当に。でしょ、うん、だからやっぱり選手権で、ね、俺全校応援とか見てたから、うん、憧れがあるんだ。憧れだったんですよ。なるほど。選手権に出るという前に全校応援に憧れがあった。そう、かわいい。もう選手権もそうだけど、とにかく全校応援ブラバンとかね、そういうのに。なるほど、ね、もうそこにみんな頭がいっちゃって。でも3-4ね、まあ0-4から追いついて3-4で負けたじゃないですか、はい、泣きました。だって最後の試合でしょ。号泣しました。号泣した。でインターハイも僕 PK 外して負けて、うん、号泣で、選手権も、まあ、まあ負けて号泣、うんうん、いや忘れもしないです。いやでも青春っすね。秋津ね、秋津で、ね、まあ、負けたらがないんですけど、まあ、それぞれ話をこう変えまして、はい、うん、まあ、僕奈良橋世代のちょっとベスト11を発表していきたいと思います、はい、あの奈良橋さんは昭和46年生まれですね、はい、46年なので、はい、まずはゴールキーパーとディフェンスラインをご紹介します、うん、おどうぞ。どんな感じ。これです。ここで、選びました。キーパーが堀池ね、うん、で僕まあディフェンスラインが、はい、まあ右、ちょっとこれすごい、すいません、選んじゃいました。いやいや、それは入れなきゃダメです、絶対、はい、おかしい、はい、で、キアセンターバックが木山、うん、で、大西と、うん、で、左が、まあ、相馬直樹。いや、めちゃくちゃすごい。だって、この相馬さんと奈良さんそのままワールドカップ出てるわけだから、めちゃくちゃすごいわ。嬉しいんですけど、うん、でも結構ね、うん、こう強豪じゃないですか。例えば清水東とか、はいはい、南宇和とか、うん、だから千葉 A は本当だ、なんじゃそこは。いや、まさにこれそうです。千葉 A はだっけ。でもこれ伊丹西もあんまりですね、そう、無名校で、ね、すごい、この木山さん。そうだから、この2人はユース代表11月一緒だったんですけど、なんか無名校で意気投合した、うん、無名校同士知らないよって。そうそう、うん、そこで意気投合した2人をちょっとこう右の2人に選びましたし、これでもちょっと中川秀樹が、すみません、ここはちょっとこう決断をしてしまいまして、こう悩んだんですけど、うちの相方ですよ、申し訳ない、ちょっとサブで3年の時はスイーパーやらされてましたから、はい、ここですよ、まあ、国体でもうね、うん、あのセンターバックやってましたけど、はい、あとは片野坂、ね、そうか、はい、果実の、まあ、続いて、まあ、中盤ここですよ、見てください、ワッキー、これここですよ、もう豪華ですよ。出た、ここ左がね、藤田俊也、出た俊也さん、で右が京谷、ボランチが田坂原、完璧です。うわすごい、これカンボンサブも長谷部重俊、下平、うん、で今ね FC 東京ユージャージ監督中村忠史、ミニラさんで、この長嶋っていうのも、はい、この左のね、もう天才って言われてて、大宮東で、そうなんだ、天才って言われてて、まあ、ユース代表にも入ってましたけど、うん、まあ、それも中盤で、まあ、この4人はもちろんがっつりしてますけど、やっぱりなんだかんだ言ってやっぱスーパースター藤田俊也さんっていうイメージありますよ。このベストでこのチームのもうキャプテンですから、うん、あ、そうなんだ、完全に、なるほど、もう本当僕永遠のキャプテンってもうご紹介。だって俊也さんの場合は小学校の頃から全国的に有名だったじゃないですか、はいはい、1個下の僕らの代でも有名でしたから。そうですよね、うん、そのぐらいね、タイトルも取ってますし、京谷さんね、天才ですよ、天才のファンタジスタですよね、この人は。なんで室蘭大谷ね、ぶっちゃけ室蘭ってね、北海道でもね、ちっちゃな町ですよ、はいはい、なんであんな天才が生まれるんですかね。いや、か誰かいるんですか。いや、そこまでは不思議で、だって俺あの昔の話すると、うん、財前さんとかね、いや、そうそうそう、だ絶対超ファンタジスタな指導者がいるでしょ。いると思うんですけど、そこまでちょっとこう調べてないんですけど、誰か来てんのかな、ガリン社とかなんか。まあ、ついでちょっとフォワードちょっと見てもらう、はい、これです。うわ、もうこれはもうすげえ、替えが効きません、ごつい、この服部山口、うん、で服部広樹はね、はい、もうだから当時はアジアの虎と
言われてまして、もう日向小次郎そのままね、そうですよ、具現化したような人ですよね、はい、だ選手権で5000ゴール決めてますし、うん、あとはだからね、もう服部この山、何がすごかったか、うん、服部弘樹は、うん、だ本当に力強さ、いやもうマジで俺よく練習試合やらされた時に僕マンマークつけてやったんです、服部さんに、うん、もう動かないし背負った時に あの口とか目に指入れてくるんですよだからね、ごついくせにずるいっていう、そうだからユースとかオリンピックの代表候補とか紅白戦やってなんかね、当たると痛いの、そうそう痛いの、痛いのこの人痛いの、わかるわ、そのぐらいゴリゴリ系で、ね、どこでもゴツゴツしてますよね、そう、痛い、柔らかいとかないんですよ体に、あと山口俊弘はなんか得点感覚というか、うん、なんかそういうのがあって、なんかルーニーみたいな感じですよね、そうそうそう、スピードもあって、うん、なんかエリア得点嗅覚とか、うん、なんかそういうのもあったかなと、すごかったわ、僕はもう俺も山口さんにもまんまくついたわ、あと大野将司なんですけど、うわ出た、これ結構ね高校の時はイケメンだったんですよ、うん、そうでしたっけ、イケメンで、うん、今はもう影も形もございません言わなくていいよ別に、本当にあの駒澤大学高校の監督やってますけど、そうなるでしょう、あ、そうって言っても全然怒んないと思います、杉山さん、杉山もう、J リーグでは浦和とかに行って、うん、で当時はフォワードやってて、うん、結構スピードもあって馬力のある選手だったの で監督とかも秋田とかで、はいはい、まあ、監督もやってたの で最終的にはプロではウィングバック、うん、サイドバックとか、あそうなんだ、結構僕と一緒の感じで、あ最初フォワードやってて、はいはい、プロになってサイドバック、はい、サイドバックっていう、まあ、感じではあります、まあ、この2トップはもう替えが効かないぐらいな、ちょっとベスト11もう一回見せてよ、2人ですけどね、出ます、ね、全体での全体のやつこれですよ、いやここそうそうたるメンバーだな、ここのバルだから、これやっぱ本人目の前にして言うのもなんですけど、やっぱりこのサイドバックはもうダントツですごいよ、これマック持っていってください、いやだってこのままワールドカップ俺だって見に行ってんだから、フランスのリヨンにジャマイカ戦、ありがとう、ありがとう、この2人見てんですから現地で、あま、まあ、当時はねやっぱ相馬直樹はあれですけど、片野坂と か、うん、だか僕のサブはのトクラって、うん、トックンって言ったんですけど、ね、党員のね、党員のね、で左やったんですけど、うん、結構右でも起用、はい、あの起用の、うん、まあ、できる選手なので、これ奈良さんこの代の、はい、なんか例えばサッカー雑誌の選手権あたりの時、はい、まあ、必ず特集組むじゃないですか、はい、その時に表紙を飾るような人っていうのは誰なんですか、ここで言ったらもうやっぱ服部、あ服部さんなんだ、服部原田で、あのほら僕が3年の時の選手権は、うん、あの清書出てなかったので、あそっかそっか、そうだからだったら京谷とか、あーなるほど、そういういわゆるスターはこの3人とかなんだ、そういう選手たちが、うん、まあ、主力というか、まあ、顔だったのかなと、原田さんもうまかったな、なんかねすごい目立たないんですけど、ロングスローがすごいんですよ、ロングスローがすごかったっけ、ロングスローがすごくて、で結構なんかもうあのすごく力強さもあって、そうそうそう、まあそういう選手、頭いい感じの選手でしたよ ね、はい、で、まあ、お知らせの後なんですけど、はい、ワッキーの今度は、まあ、高校時代を振り返っていきたいと思います、昭和47年期待しておいてよ、今日は僕らの高校時代を振り返るということで、まあ、ベスト11を選ぶという企画をやってますが、はい、続いては、うん、ワッキーの高校時代を紹介してもらいたいんですが、ありがとうございます、はいはい、あの一律船橋高校サッカー部出身でございましてね、今強豪ですね、はい、あの僕らの時代は市船が、全国区になりかけたぐらいの時ですね、はい、そうですね、はい、実はまだ選手権は優勝してなかった時です、インターハイは優勝してますけど、はい、インターハイは僕が1年の時に2個上ですよね、そう2個上の野口さんだとか、はい、小川さんだとかいた時代に優勝してます、はい、全国優勝だから船橋の駅前をパレードしましたもん、後ろの方に僕いましたけど、いたのね、いやー本当最高でした、バーンと紙吹雪が来てパレードとかね、パレードとか、まあ、それでまあね一船を、うん、まあ、ちょっとこうまあわけが選んだね、はい、ちょっと経緯っていうのをこれ聞きたいんですけど、あの実は、はい、家から当時住んでた船橋のマンションから一番近い高校ではあったんですよ、一船がね、そうチャリンコで10分弱ぐらいです、うんうん、まあ、それちょっと置いておいて、それは偶然なんですけど、はい、僕ね中2まで北海道の釧路にいたんですよ、で、うん、中3から船橋に転校したんですけど、はい、転校してすぐ船橋市の中学の選抜に選ばれるんですよ、え待って
転校してすぐ選ばれたんですよ、うん、まあまあうまかった方なんで。そうだよね、はい、ほいで船橋市の選抜が月一で練習する場所が市船のグラウンドだったんですよ。あの俺も知ってる第二グラウンド、そうそう、山手のグラウンドで、あそこのね、はい、そこで市船のグラウンドだから、あの布先生がこう見てるじゃないですか、はいはいはい、で見ててこう品定めして、うん、でこいついいなっていう人をこうもう勧誘するわけですよ。うん、結局それ市船の品定めの時間だったんですよ今考えればね、その練習会が、ね、そうそうそう、であの中3の時に布先生から優しく電話かかってきてね、うん、俺と一緒に3年間サッカーやらないか爽やかに、まあ、爽やかに騙された。まあそれで、まあ、市船をまあ選んで、まあ、入学するわけじゃないですか、はいはい、で、まあ、千葉屋は、うん、まあ、休みあったんですね、うんうん、で実際に市船をこう、はい、まあ、1年間でどのぐらい年間で言わないと、年 で、うん、年間で多分2回とかですね、2日間とかですしかもランダムに来るからいつ来るか分かんない。あ、そうなんだ、はい、まあ、油断できないという。そうですよ、まあもう本当にきつい時代ですかね、もうあの水も飲めない時代でしたけど、僕らが3年の時のこんな成績ですね、はい、どうだったんだ、ドンということですが、インターハイやっぱ3回戦からなんですね。ほらそっか、これとか違うのか、ほらこれ1回戦2回戦ないからね。ないんですね。でやっぱ千葉屋と違うのが、うん、本大会っていうね。あ、そっかそっか、うん、すいません。これだからでもインターハイの県の決勝は7校に負けてるんですよ。でも当時は2校出れたんで、そうそう、ね、まあ、ちょっと前まで2校出れてましたけども、うん、そうだよね、で本大会はまあ2回戦負けかな。そう、北陽に負けたんよ。これ覚えてんだ。北陽に負けたの覚えてますね。北陽に延長で負けて、うん、で優勝したのが清翔ですよ。あ、でもこれあれだね、うん、南宇和が決勝まで行ってるんだ、うん、そうだから奈良さんの代も南宇和強くて、選手権ね、選手権優勝してるから。あ、そっか、南宇和が、そうかそうか、だから強いままだったんだな。そう、なるほどね。でも清翔ももちろんめちゃめちゃ強かったからね、まあ、あの七海とか大岩後の代ですから、黄金時代ですよね。ここでまず清翔が一冠取ってるでしょ、で、まあ選手権ですよ、メインの。これね、メインの目を引いたのがね、ワッキーね、これ皆さん見てもらいたい。千葉県予選にない、ベスト、うん、準々決勝、はい、千葉 A はやってたんですね。古豪に1-0 と、ここって言うな結構なんかいいゲームこれだから、奈良さんこの時はもういないでしょ。いない卒業してるから。そうでもね、一つ下の学年子も、うん、たうちの年代で 3,4 人出てるんですよ、うん、あ、そうなんだ。そう、3,4 人2年生の時にね、そうそう、出てるから、じゃあ強い代だったんですね、まあ、そこで、まあ、なんとか、うん、まあ、1-7が1対0で勝って、そう、これね、準決勝ね、選手権の県内の、はい、これ東海大浦安やってるじゃないですか、はい、1-0で勝ってる。これ僕ね、東海大浦安に行く予定でもあったんですよ。ああ、そうなのね。なんで、うん、ちょっとこう変な空気になりましたけど、あ、でそうそう、決勝ですよ。決勝が渋幕、サンドローね、はいはい、僕が密着マークして、はい、で PK で勝ち上がり、はい、本大会進みましたけども、これちなみに、うん、こう脇田青年は PK 蹴ってるんですか。PK 蹴ってます。あ、蹴ってるね。一番で蹴ってます。あ、PK じゃ決めてるってことで。決めてます。そこは僕との違いですね。はい。もうこれで本大会行きます。はい。高松商業に。はい。これ2-0。この時は僕ね、普通にね、あの永田選手というエースと2トップやらせてもらってました。はい。永田脇田の？そう、2トップですよ。2トップ。ただ指示は中のために働けっていう永田のために働けっていう指示でしたけど。じゃあその、はい、永田さんの周りこちょ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 こ、そうそうそう、3って言ったって同期ですからね。あ、そうか、動くような感じで、あと2回戦ね、これここですよ。もうスーパーの清翔と1対1 で PK まで持ち込んで、これは 6-7 で負けるんですけど、この時も僕 PK 蹴ってますね。蹴って入れてます。入れてますね、はい、サドンデスの一発目で蹴って、はい、で後輩が次に蹴って外して負けたんですけども、はい、この時の、決勝が国見ですね。国見と、あ、これ九州勢なんだ。そう、国見と果実、これすごかった。これも延長ね。うーん、まあそういうゲームを、そんな3年の時の戦績ですけども、はい、じゃあベストイレブンいきましょうか。昭和47年代の、そうですね、いきましょう、はい、ディフェンダーはこんな感じ、はい、出たキーパーね、ご存知皆さんご存知、八木沼直樹知ってるか僕らの代の奈良さんは思いっきり知ってますけどね。だから、うん、国体で一つ下でしたけど、奈良さん、はいはい、奈良さんって入ってましたから、こういう声で。あとは3バックがこのね、いや、これすごいでしょ。
豪華です。両方がね、薩川と大岩豪ですよ。もう実吉本当、実吉はもう本当ね、あのこういう年代って、まあ、時代もそうですけど、はい、やっぱ有名になる選手ってミッドフィルダー以上じゃないですか、うん、そうですね。でも実吉はすごかったのはディフェンダーなのに全国的にもう有名でしたから。あ、そうか、すごい有名でした。だから前の年から出てますからね。出てます出てます。そう、あのトップで西田っていうのもいたんですけど、はいはい、すごくてね、主力出てますし、すごい時だったんですよ。どうしても八木沼がね、目いっちゃいますけど、 やっぱり大岩豪ですよね。キャプテン翼の名前ですよね、これね。ザ・ディフェンダーの。さあ、ミッドフィルダーどうだ。すいません、ちょっと僕ごめんなさい、僕入っちゃってますけど、これね、スタッフがぜひ入れろって言ったから入れたんですよ。本当は僕なんて、まあまあこんな感じですよ。これワッキー、これボランチでいいんですか。まあボランチみたいな感じ、もうどこでもやりますから僕は。ボランチ2枚マンマーカーです。はい、はい、相手にすごい人がいたらマンマークつきますんでね、はい、実際まあ僕の最後の試合ね、この七海博士の僕はマンマークついて、ね、はい、いやこの七海博士と中村浩二っていう ね、まあ、ねこのミッドフィルダー2人は本当すごかった。まあ天才ですよね。天才でしたね。あ、だから千葉の決勝とかだと絶対このね、中村浩二と当たってましたから。あ、そうか、今尚志高校の監督ですよ。あ、千葉の2人ブクブクに太ってしまいました。大野勝利と一緒と、ね、大野勝利と。で、これ言いたいです、奈良さん。深川智樹、あ、友高ね、友高、あ、友高、友高、深川は、ね、僕ね、ここじゃない、中学の時にクシュルンに住んでた時に、はい、初めて見たんですけど、はい、室蘭代表で、俺もう忘れらんない。俺中学見た時にもう一番忘れられなくて、今でも記憶に残ってるこの人。そんなにめちゃくちゃすごかった。だってあのマラドーナとプラティニとジーコを足したぐらいうまいから、マラティニーコって呼んでたんですから僕ら。でも天才以上、いやもうマジですごかったんですよ。まあ、そんなに俺本当すごかった人って2人いて、学生時代見て、うん、深川と、うん、で高校の時すごかったのはあれです、1個下だけど上野、ブランド上野です、はい、天才ね。天才。でも俺は深川の印象の方がすごい。あ、本当。だってあのユースで一緒にやったでしょ。やってました。やってます。めちゃくちゃ上手くなかったですか。器用だし、ね、長身だし、でちょっとファンタジックなことやるじゃないですか、トリッキーなこと、はい、いやもう本当皆さんめっちゃ上手いですよ。コンサドールとかに行きましたけど、もう何でもできるし、まあ、フォワードでもね、はい、そうそうそう、ね、フォワードでも全然できますよ。さあフォワードです。来ました。出た。来ました。出たよ。皆さんご存知、永田隆です。あれ、ご存知って、まあ、あんまり知られてないと思いますけどね。いやもうね、僕らの代の大エースですよ。で選手権のね、2回戦で負けたんですけどね、優秀選手に選ばれて海外行ったんですよ。で海外行って帰ってきて七海と会ったんですけど、僕海外どうだったって言ったら、いやもう全然歯が立たなかった、ただ一人だけいたわ、中っつって永田だったんです。永田だけ海外の人に立ち向かうことができてたっていうぐらいすごい人だった。うん、なんかだからその一つ下、うん、3年の時の2年で、うん、まあ、国体にも、はい、まあ、ヤギと一緒に、まあ、入ってましたし、だって布先生が教え子の中で一番すごかったのは永田だって言ってるぐらいですから、まあそのぐらい力はあったよね。ありました。で、まあ、中口は僕らの代の選手権の決勝の決勝ゴールを決めたんですよ。あの1点ね、あの1点中口が決めたんですよ。で小峰監督に抱きつきに行ってで泣いたんですけど、羨ましかった。で右がもう山田孝弘ね。山田孝弘、いやこれもね、豪華ですよね。豪華かもしれないな。でこの代の中で言ったらやっぱりそのサッカー雑誌の表紙を飾るのは山田孝弘です。あ、やっぱまずそこ頭抜けてました、山田孝弘が。やっぱそうなんだ、うん、名波博士ではないんだ。名波博士ではなかったです。ないスターはやっぱ山田隆博でしたね。ヤギでもないんだ。ヤギなわけねえだろ。ヤギでもない。でこう、ね、いやー、まあ、楽しい、すごいメンバーがね、うん、いっぱいいましたけど、僕らの年代もいたんですよ。